はいどうも皆さんお勤めご苦労様ですということで今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね。 高市早苗大臣、中国の国営企業のロゴが入っている書類が審議会に出てきたら私は切れるということでですね、えー、すごい答弁があー出てしまいました。あこの高市早苗、えー、大臣、まあかねてからですね、セキュリティクリアランスということもあ、まあ、推し進めていてですね、まあ中国からあー日本のね、えー、まあ国防だけでなく経済、えー、においてでもですね、えー、しっかり、えー、国益を守っていかないといけないということでですね、日々活動をしています。 押さえてる議員なんですけどもまあ、今回のですねサイエネ、えー、タスクフォースとかいうですね名前だけは勇ましい、えー、話でですね、えー、大林美香とかいうですねもう中国のおばさん丸出しなですね、えー、人物訴状のわからないですね人物が現れてですねそのプレゼン市場に中国ロゴがですねこれでもかというぐらいですね ほぼすべてのページにわたって入っていたといった問題でね、えー、中国企業のですね、もう手先丸出しといった問題でですね、しかもこれを任命したのが河野太郎だったということでですね、 まあ、当初は河野太郎が推薦してね、えーまあ、それを受けて誰かが決めたみたいな、まあ、話が広がっていたようなんですが、よどうもですね、こう推薦どころの話じゃなく河野太郎がですね、もう独断でですね、えー、その権限を使って決めたというふうに言われていてですね、これはあもう河野太郎に、えー、今回の話は全責任があるということで、マラガーシ洋一氏の方からもですね、えー、説明があったぐらいなんですけども、まあ、あこの件について、えーまあ様 様々なです、ねまあ、国会議員が、ねえー、非常に有識事態だということで、まあえー、日本の政治家もです、ねまあ、なかなかまだあしたもんじゃないなということで,です、ね、日本のエネルギー事業が中国に乗っ取られようかといったようなあ場合にです、ねまあ、率先してですね えー、避難を行うと。まあ、いったことが非常に活発化してます。で、えー、まあ、そんな中でもですね、えー、この問題に、えー、もう急戦法、高市さなええー、議員なんですが、私は切れるというふうにですね <laughs>、えー、私は国会議員がですね、切れると言って言葉を使っているのを初めて見ましたけれども、まあ、そりゃ切れるだろうなという感じですね。もう思わずこれを聞いてですね、 はい、えー、もう漫画界で有名なあ屋上へ行こうぜ。久しぶりに切れちまったよというですね。往年のこのーページを思い出してしまいました。はい、えー、知ってる人は知ってると思います。えー、こっちは、まあ、漫画太郎がそれをパクってるやつですけれども、えー、久しぶりに切れちまったということでですね。えー、高市さんもこのーページの仲間入りという感じなんですが、 はい。でこれ実際にですね、これ国会で、えー、私だったら切れるといったようなですね <laughs>、えー、発言の映像がありますんで、えー、これをですねちょっと見ていきたいと思います。まあ,あのそもそもあの審議会のメンバーを選ぶときにしっかりとあの留意をするということだと思います。まあ、そういった書類が出てきたら私の場合は切れます。はい、すごいですね。<laughs> 私の場合は切れるとあ、そんな中国ロゴが入った資料が持ってくるようなことがあったらですね、えー、切れちゃうよというふうに、えー、高橋さん言いました。あー非常にね、えー、こう心、えー、強い限りだなという感じなんですけれども、 はい。まあ、そもそも高市大臣にそんなね、ものを持ってくるですね、やからいないと。まあ、河野太郎がやってるからですね、まあ、こういう事態になったということで、まあ、逆に言うと、これで問題が明らかになったということでですね、えー、まあ、未然にね、こう、防げたと。そして、今後のですね、対策も取れるようになるということで、まあ、あ不幸中の幸い、ここからですね、むしろ好転すると言ったような可能性もあるわけなんですけども、はい、えー、まあそういった発言がありました。 で、えーまあ、このですね、はい、えー、大林美香についてなんですが、ちょっとですね、ちょっと聞き捨てならない発言をしているということで、えー、これ大見、大林美香氏に有敢婦人が直撃ということで、有敢婦人がですね、仕事をしました。中国企業ロゴ表示の再エネ資料を提出で辞任、財団が半島の安定助ける。何を言ってんのこれ。半島半島ってどこの半島のこと言ってんのこれ。能登半島かこれ。 えー、まさか朝鮮半島じゃねえだろうなって話なんですけども。 えー、国際送電網構想を提唱と、これアジアスーパーグ,グリッドとかいうわけのわかんないですね。日本の電力をチューチュー吸ってやろうとかね、その中国のなんか再エネ電力みたいなのを日本に高く買わせてやろうとかですね、えー、そういうことを企んでそうな例の図ね、えー、九州と韓国を結んでるせいに、まさかこれ日韓トンネルじゃねえだろうなというのがあるんですが、まあ、この有敢富士の記事でですね、<laughs> なんとも、 はいえー、聞き捨てならない発言というのがありました、えー、19年に中国、ロシア、北朝鮮との抗争を言及とそんなもん、抗争は、えー、何を抗争するんだと助け合うものなどないという話なんですが半島の安定助ける手段は何言ってたおい大林氏は国際総電網の必要性について2050年のカーボンニュートラルを考えたときに日本は東アジアの国々の中から孤立した国であるのか 日本や他の国にとって <coughs> 幸せなことなのかどうか考える必要があるとも語った。何を言ってんでしょうかあわけわかりません。なんか日本はですね、なんか一時期ですね、えー、日本は東アジアの国から孤立してるとかですね、なんか嫌われてるとかですね、なんか世界から日本は嫌われてるかとか、そんなことを言ってるや連中いましたね。 今となってはそんなもんは単なる大嘘という感じ。もう日本から金を引っ張るためのですね、まあ口実といったようなのがもうバレバレになったわけなんですけども、はい、えー、当時、えー、こんなことを大林美香が言っていたそうです。日本や他の国にとって幸せなことなのかと。なんで他の国なんて考えないといけないんだよと。日本は日本のことを考えてりゃいいんだって話でですね、はい、えー、何を言ってんでしょうか。 えー、中国主導の国際金融機関アジアインフラ投資銀行出ました AIIB もう今となっては死後ですね <laughs>、えー、なんかバスに乗り遅れるなとか言ってですね、まあ、そういうこのバスに乗り遅れるなとかいう言葉が出てきたらもう非常に怪しいですからねはい えーまあ、第二次大臣に対戦の時もですねそのナチス・ドイツの勢いがすごいということでなんかバスに乗り遅れるのみたいなことを言われてですね,、えー、ねこの三国同盟というのを組んでしまったことがですね、まあ、大きな間違いといったところはあったんですけども。はい えー、まあ、こんな、もうね、中国、ヤクザ銀行みたいなですね、えー、こんなものにも協力してですね、今はなんか一帯一路にもなんかね、こう関係あってですね、なんかイタリアとかいろんなところがですね、もうとっとと抜けたと、スリランカあたりはなんかもう借金付けにされて港まで取られたとかですね、えー、そんな話もありました。えー、サイトに19年掲載されたリポートには ASG、これアジアスーパーグリッドですね、構想を見守る日本の自然エネルギー機関の大林美香は 中国、ロシア、北朝鮮の接続は可能性が高く、半島の安定を助ける手段にさえなりうる。何言ってんの、お前。どうでもいいよ、半島なんて。えー、房総半島の方がよっぽど大事だという話なんですが、我々、北朝鮮の経済成長を助ける何らかの手段を見つける必要があり、は意味不明ですね、これ。こいつ、北朝鮮の手先か <laughs> えー、再エネは不可欠だと語った。関係ねえだろ、再エネと。 何言ってんだよ。なんで日本が再エネやったら北朝鮮がなんか助かるんだよって話でですね。言ってることが意味不明です。えー、まあそういうふうに語った後紹介されていると。わけわかんないですね、こいつは。大林氏にその意図を聞くとはっきり覚えてない。いや、覚えてわ。<laughs> お前が言ったことなんだから覚えてるほんと。本当 <laughs> とした上で、北朝鮮が不安定な状況というのは日本を含めた東アジアに大きな影響を与えていると思うので、それお前の感想だろ、それ。 えー、再生可能エネルギーによる電力供給は非常に可能性があると答えているようです。いや、関係ねえだろ、別に。<laughs> せめてなんか北朝鮮に電力をこう供給すりゃですね。なんか東アジアに影響があるとか言ってんだったらまだしも、なんで再生可能エネルギーじゃないといけないんだよという話でね。<laughs> えー、電気は電気でどっちも一緒だろうっていう話ですね。もう何を言ってんだかよくわかりません、本当に。 はい、えー、当時の韓国のムン・ジェイン大統領は就任される前から ASG 構想を持たれ、もうこ,れのこの時点でアウトじゃねえかよ、もう、もうムン・ジェインなんて、もう韓国でも,もう全く相手にされずにですね、もう歴代の大統領、悲惨な末路をたどっている韓国の大統領の中でもですね、もう国民が忘れかけて相手にされてないので、今もですね、平穏無事な生活を送っているということでですね、えー、異例の存在なわけなんですけども。 えー、こんな奴がね、構想を持ってる、もうその時点でアウトだという話なんですが、えー、だいたいこのムンジェインとかいう奴はもうなんか必死になんか、キム・ジョンウンとかに媚び撃ってですね、えー、なんとか手先のような動きしといてね、こう、全く役に立たなかったということで、えー、そのもう、アメリカ、日本だけではなく、えー、北朝鮮からも相手にされてないといったところありました。はい、えー、韓国と北朝鮮の雪解けのような状況があった。ねえよ、そんなの。 こうしたことを背景に発言をしているように考えますと説明したということでですね、ちょっともう何を言ってんだかよくわかりません。この大林美香というのはもうそもそもなんか電波系だとか言われていてですね、もう会話ができないすぐファビオールみたいなこと言われてですね、もうなんか東アジア、日本以外の東アジアのですね、なんか中国とか北朝鮮とかですね、その辺のですね、えー、ルーツというのをですね、大いに受け継いでそうだなという感じなんですが、 はい。えー、国際情勢の変化は国際送電にも影響を与えるので、活発な議論が少し低くなっているとおり、現在を理解していると答えたと。いうことで、そもそもですね、国際情勢もクソもそう、日本は海に囲まれてんだから、なんで電気まで送られてこないといけないんだと。国内でですね、もう最優にやるにしたって国内でですね、えー、やってりゃいいだろう、発電してりゃいいだろうと、うなんで海,海の向こうからわざわざですね、電気だって電線伝ってくれゃロスすんのにですね、えー、遠くから送ってこられないといけないんだと。 はもうそんな、なんかアジアはスーパーグリッドとかやりたいんだったら、もう日本以外で勝手にやってろってう話でね、<laughs> 陸でつながってるところが電柱立てて勝手にやってりゃいい話で、日本を巻き込むなという話なんですが、はい、そんなに日本のね、えー、資金がないとお前ら困るのかということでですね、日本の金を躊躇したがっているというのが見え見えな、あこの大林美か、もう半島の安定がどうとか、なんで日本がそんなことしないといけねえんだってう話でね、半島のことは半島でやれとあ言ったことなんですけども、 はい、こんなふざけたことを言ってたようです。で、えーまあ、今回ですね、この大林美香の中国企業ロゴ問題というのを受けてですね、まあ、日本のさまざまな政治家があ声を上げているというのは説明した通りなんですが、はいえー、中でもですね、これ、はい、玉木雄一郎、国民民主党代表、大林美香氏が住んであ、やめて住む話ではない河野太郎を。 河野大臣はなぜこの人を選んだのか、説明責任がある。まあ、その通りですね。まあ、説明責任どころかですね、もう今回も、えー、全ての責任を取って辞職すべきなんじゃないのかといったような向きもあるんですが、 審議会などのメンバーについて、セキュリティークリアランスの導入を検討すべきだということでですね、えー、もう日本はスパイ天国ですから、もうこういうですね、その民間人を集めた時でさえもですね、もうしっかり、えー、このセキュリティークリアランスをもういちいち導入していかないといけないということで、もっと大元でですね、えー、もうスパイを日本にいられないようにするぐらいのね、法律をとっとと作ってもらいたいという感じですが。 ネット、河野大臣本人にセキュリティクレアランスをということでね、えー、河野太郎にセキュリティクレアランスチェックをしてね、NG になったら、それはそれで笑えるなというところあるんですけども。 まあ、その時はもうね、えー、日本からあとっとと好きな国にね、えー、出て行ってくれという感じなんですが、はいまあ、玉木雄一郎からこのような、ね、発言がありました、まあ。玉木雄一郎、給料が上がる政治というのをね、えー、前から掲げていて、えー、それをですね、まあ、岸田政権がなんかパクったんだがなんだかわかんないんですけども、最近は賃上げというのも実現してですね、はいえー、国民民主党の政策というのがあ少しずつ自民党にもですね、こう影響を及ぼしているとい、まあ、ったところもあるわけなんですけども、 はい、えー、まあそういった話あります。えー、そして、えー、この、他にも、小野田君議員ですね。やっぱこの問題についてですね、しっかり声を上げる、えー、大林美香とかいうね、中国おばさんがですね、辞めただけで終わりではないというふうに、しっかり声を上げられる議員というのがね、 はいえー、まともな国会議員といえるんじゃないかと思います。まあ、あ話によると、立憲からはこの問題について全く声が上がってないということでですね、えー、もうなんかあ、立憲なんて大林美香だらけみたいな感じですからね、要は。はいえー、ということでですね。 えー、おのが君言。やめて終わりではなくて、きちんと背景や影響や、ああ、もろもろを継承して、問題点を明らかにせねばならないし、今回の件に限らず、国の政策の方向性に影響を及ぼすところに入る有識者などのメンバーのチェック体制も見直さないといけないと思います。本当に重たい問題と、いうことでね。<laughs> えー、どんだけ、日本の政治、えー、界隈にですね、その、外国人勢力が入り込んでるんだっつう話ですから、これはね。 はい、しっかり声を上げてですねその、公明党あたりもこの件についてあんまり目立ったそのなんか発言というのはしてませんからね、逆に言えばこの件について発言してない、えー、政党、政治家というのは、お前も結局大林美香だろって話ですからね、はいえー、違うというんであれば、しっかりですね、えー、批判の声を上げてもらいたいという感じですかね。 はい。ええー、そしてこの大林美香なんですが、えー、もうですね、その日本の今回のですね、その再エネタスクフォースとかいうこと以外にもですね、えー、国連や欧州連合の関連機関の会議でも中国国営企業、えー、国家電網講師のロゴ入り資料を提出していたことが判明ということで、もう本当に真っ黒ですね、こいつは。<laughs> えー、この国家あー電網なんとかとかいう国営企業に資料を作ってもらってたんじゃねえのかということで,ですね。 てことはつまりお前は中国側の人間だよねということでですね、えー、もうそこかしこでですねまあそういった資料を提出していたということでですね、えー、ネットの反応中国国営企業が書類を作成して大林美香がコマとして動いていたと考えるのが自然だろうということではい、えー、まあこのようにね えー、もう、大林美香が怪しい、その中国関係者だということをですね、これ以上なく、えー、分かりやすくですね、自分が物証を残してですね、まあ、示してくれたおかげで、えー、日本の、まあ、安全がですね、えー、少し強固になるかもしれない、エネルギー政策がまともになるかもしれないということで、まあ、ひょうたんからこう、まあ、不幸中の幸いという面もあるんですけども、まあ、二度とこういうことを起こしちゃいけないと、もうこんなことやったらもう高市大臣またね、えー、切れちゃいますから。 はいえー、久しぶりに屋上へ行こうぜと、まあ、国会でですね、国会の屋上へ行こうぜと、切れちまったよというふうに、高市大臣がまた切れてしまいますんで、はいえー、そうならないように河野太郎はね、自分が首にな,なりたくなければ、もう切れ、高市大臣に呼び出されてね、えー、屋上でボコボコにされたくなければですね、えー、しっかり、えー、身を正してもらいたいというふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。